よいしょ。よし。でかい。ワン、ツー、スリー、リッスン。下の旧市街に降りてきました。冷たいもんでも飲みたいね。この旧市街の感じめちゃくちゃいいですね。What's up everybody? やっと来ました。ご飯、今日朝からバナナ2本とピーナッツしか食べてません。サムケンです。そしてレモネードも美味しそう。キウイが入ってるのかな。いただきます。かわいい猫ちゃんですね。あれ、なんか来ましたよ。はい、うわということで、今ちょっとねシャワーで塩水をやっと落としましてね、で今バスステーションにやってきました。でこれから明日クロアチアのドゥブロブニクに向かうバスチケットを買おうかなということで来まして、チケット売り場ね運よくやってるみたいなのね。はい、で今ですねこちらがチケットの時間表ですね。非常にちょっと日本人には分かりづらい感じなんですけれども、ちょっとしばらく見ていて見つけたのがこちらのクロアチアですね。このルブロブニクってやつですね。で7時10分、8時半、10時10分、13時とねバババとね18時まであるんですね。どれにしようかなーと。 Few minutes later。 はい、OK。 今ね明日の朝8時半のドブロブニク行きのチケットがね買いました。値段がね、17ユーロですね。日本円で2000円ぐらいかな。安いですね。だからヨーロッパの旅はあれですね、まあ、国と国をまたぐのに2000円とかでまたげちゃうんで、めちゃめちゃ楽ですね。今まで海外だとほとんど飛行機でね、行かないといけないようなところをたくさん回ってきたんで、すごい、なんか名古屋からちょっと大阪行くぐらいな感覚で行けちゃうってことですね。楽しい。ということでね、明日はクロアチアに向かいます。 Few minutes later。 はい、ということで今やってまいりましたのは、コトルで、まあ、おそらくね人気ナンバーワンのお店こちらですね。ステーキハウス、名前がね、タンガーバーベキューでございます。すごい並んでるもんね。で、まあ、コトルの店いっぱい調べたんですけど、まあ、ここが一番評価が高いですね。 4.7 ついてます。どんだけ並べばいいんだろうな。ちょっとせっかくなんで並んでみましょう。いいよ。すごいです、なんか肉屋さんみたいな。すごい、その場で調理してます。すごい。 Few minutes later。 はい、ということで並び出してから1時間かかってですね、注文してからまた30分ぐらいかかってですね、やっと買えました。でお店がもう満席すぎて席が空いてないっていうことで、持ち帰りでっていうことでね、持ち帰ってホステルで食べるんですけど、ホステルがめちゃくちゃ近い、歩いてね60秒ぐらいですね。はい、ということで、今ね30秒経って、はい、あっという間に、
プパホステルに到着っていうね。食べよう。さて今ホステルについて肉を開封いたしましたよ。どんでもないでかい。これ 600g ぐらいあんじゃん。これすんごい量ですよこれ。さあそれじゃあね、コトルの人気ナンバーワンのレストランのステーキリブアイいただきたいと思います。これは切りづれえな。これ発泡スチロールの色物。いやこれはちょっとどうしよう。これサラミングのせないと無理じゃないこれ。でっかい。うまっ。確かにうまいな。辛っ、はい、肉がこんな感じです。 600g ぐらいありますね。食べきれるんでしょうか。いや今日もね、山登ってやりきったね。いました、お皿発見。まあ、ホットです。さらに出ようぜ、これ。よいしょ。よし。でかい。はい、お皿に。よし。あーし、じゃあこれで食べやすいわ。はい、お皿に乗せました。Thank you for watching. 次回、アドリア海の真珠、クロアチア、ドゥブロ、ルニクへ。